チェケラードのユジロンです。今回はね、ナビ VS チームフレックスというね、韓国のクランとの対戦なんですが、今回も助っ人ということで、ナビの対戦に参加してまいりました。自分のアタックが終わったところからはライブで撮影しておりまして、自分のアタックより前はね、後付けで解説を入れてる形になります。早速やっていきましょう。はい、というわけで先行ナビですね。ガック、クイヒーのスーパーホグホグ。実はね、この後ね、2番手でね、僕が攻めてるんですけど、1番手でね、ガクが行ってくれて、この配置ね、ちょっと似たようなクイヒールートで攻めること考えてたんでね、で、迷ったんですよね。ことね、僕がね、攻めた村で、ちょっと悩んだところで、ちょっと似たようなプランだったんでね。このアタックがどうなるかとか、どういう動き、まあ、結果どうなったのかっていうのは、結構個人的に気になるアタックの一つでしたね。はい。キングを入れつつ、投石クイーンのところを削りに行くような入りから始まりって、ここで援軍連れてるのいいですね。援軍の方もスーパーガーゴイルとロケバルというところで、キングの方で援軍のターゲットを拾ってくれてることによって、かなりこれは防衛援軍の火力が下がっていくところだったんですけど、ちょっとレイジが入らなかったというか遅かったというので、クロークが出てしまいましたね。まあギリギリを極めた結果ちょっと恨めった感じではあるかなというところですね。インビジブルかけてスーパーガーゴイルがあっち行ったりこっち行ったりしつつ、これはね逆にねあっち行ったりこっち行ったりしたことでタウンホールポイズンにかかる時間っていうのがこれで減らすことができてますね。これ3次シューターまで実は全く同じところね見てましたね。タウンクイヒーで3次シューターであとどう組み立てようかなみたいなことを考えてたんでね、かなり近いことをしていました。バカキングはあそこ入れるかどうかちょっと微妙だなと思ってたんですけど、9時の方からスーパーホグを展開していきつつ、クイヒこれ穴開けしなくてもだいぶ強いですね。これマルチ IT 降りつつ中心部取ってスーパーホグのルートもねかなり細い面で取ることができているので、まあそんなに効果力ダメージ受けることもなくここまでトームを温存することができてるんですけど、オーデンさんオーデンさんが追いつくことができず、ようやくここで合流してのトームになっていきます。まあ、ちょっと前の方で、本当は、オーデンのね、ライフオーラー入れた状況で進んでほしかったところであったんですけど、さあ、ここトルネードによってヒーラーがついてこれず、なんとこれクイヒーからライダーの方にヒーラーが移ってしまいました。それによってクイーンが落ちることになります。なんて不運。なんですが、シューターから出てきたユニットと、余裕の全開ですね。ナイス全開か、さす。まあもう他の動画でも行ったりはしてたんですけど、中から見るのと外から見るのか、ね、だいぶ、なんか感じるものというかね、自分もプランニングしたものとかだとすごい、感じるものがやっぱ違いますね。さあ対戦相手、スーパーボーラーですね。確かにこれは3時の方は、シューターは、ある程度は伸びていきそうですが、なんか穴開けしようとしてたんで、タウンホールクイヒーで取るつもりだったのかな、これは。にしてはちょっと時間を置きすぎな気はしますが、まだ何も出さないんだ。やっぱするんですね。もう一回ウォールブレーカー出していきますが、ちょっと2度目も拡張失敗で、なんか裏の拡張してますね。こうなるともうインビジブルで誘導するしかないのかな。ただこれスーパーボーラー編成でリターンでもないんでね、多分穴開けをしてタウンホールを壊した後にタウンホール側からスーパーボーラーを入れていくっていう入りをしようとしてたと思うんですけど、残念ながらそれはできず、こうなるとスーパーボーラー、そうですね、インビジブル誘導するんですけど、この後のねスーパーボーラーもこの辺から一緒に出していかないと入れんの相当めんどくさいぞ。もうすでにバカきついですね。キングの方も、まぁ、ちょっとバリューとしては、しょっぱいか、うわぁ、強気のジャンプ。まぁ、もともとのプラン通りだと思うんですけど、さあ、ここから合流を図っていくような流れ。さあ、スーパードラゴンが援軍から出ていきつつ、さあ、なんだかんだちょっと合流できてるような感じになりましたね。さあ、援軍とぶち当たっていきつつ、ここはね、エレクトロタイタンいるので、援軍に対してはポイズンも積んでないし、処理も早いというところ。トームは温存した状況、ここまでまだ耐えている奥のマルチ IT のところですかね。ここでトームをかけてきました。ロイヤルチャンピオン6時の方から
ちょっとスーパーボーライ内側入ってくれてないね。クイーンしか進んでないけど。まあそれは、ああ、そっち打つか。このフリーズは、なんかね、エレクトロタイタンだけ取ってたし、まあ忙しいしごちゃごちゃしてると、ターゲットとかうまく見えなかったりもしますよね。さあ、レイジあるんですが、1枚でクイーンは壁を殴ることになると思うので、壁、どうだろう、ワンチャンジャンプで金庫とか一体するのかな。多分ここはクロークから入って、ボムター壊して、リクスケの処理させられて、レイジ打つならもうとっとと打っとくしかないですね。まあ、やっぱ、金庫打って、クイーンと当たって、ロイヤルチャンピオン落ちてと。あ、やっぱジャンプであっち行っちゃうんだ。なるほど。まあ、ちょっと入りの時点で相当渋かったっすね。ウォールブレイカーも失敗したことで、まあ、ちょっとタイミング的には微妙な合流になって、キングがちょっと無駄死にみたいな感じにはなってったんでね。まあ一応サイドカットはできてたけど。まあまあまあ。79% 防衛です。はい、というわけでね。二人目、ユタ14さん。クイヒじゃないや、スーパードラゴンですね。のライトニング4発型。安い2本を折るタイプの攻めっていうのが最近のね、世界大会の予選とか見てても、あ、これ強いじゃんって思って。見てました。結構プロ選手たちもね、こういうドラゴンのやり方やってんの見て。で、ここ、ちょっとね、大工を見落としてまして、なかなかね、左のアーチャーターを壊すことができなかったですね。大工のこの辺の回復力っていうのをかなり、あ、てか、もう大工そのもののね、置いてあることを見落としてたっていうところと、想像よりも回復速度が速かったので、折り切ることにちょっとね、手間取ってしまいましたと。さあ、ここから突撃艦ぶん投げていきつつ、トームを合わせていきます。はい、このタイミングね、突撃艦にとってはちょっと早いタイミングではあるんですが、クイーンに殴られ始めたタイミングだったので、スーパードラゴンの延命みたいなとこも噛みて。で、今のもね、本当はもう少し手前でね、割る準備はしてたんですけど、あ、まあ手前っていうか、まあギリギリまで引きつけようとは当然思ってたんですけど、赤爆弾が見えたんでね、まあ、ほんの少しだけ全て突撃艦で回収してから割ろうという方を意識していきました。結構ね、突撃艦で罠解除をする意識っていうのは大事になってきます。はい。で、クイーンの方下から置きつつ、キング展開。9時の左の方はね、もう、大空に攻撃できる防衛施設が一切ないので、スーパードラゴンでね、回収ができるので、無視で OK でした。スーパーガーゴイルが爆伸びしまして、ここ、対地クロスボーンのところまで追ってくれました。これ、クローンかけてないですからね。マジで配置に対してプランがぶっ刺さった攻めかなというところで、まあ、結構ドラゴン系の攻めはね、そういう攻めがね、必要になってきます。配置に刺さった時にドラゴンを使う。まあ、これがね、基本ですね。今の環境ってあんまりそんなにドラゴン環境でもないので、結構今みたいにホーミングの使い方、突撃艦とか、まあ、クイヒーに対して置くような使い方になってるので、赤爆弾はワンチャンスパーカーごとかに合わせてる人とかもいるけど、まあ、突撃艦で結構ケアできそうだなと思ってたところと、まあ、トルネードもしっかりあってもケアできるようなルートになってるとは思ってたので、まあ、最悪ね、中盤で当たってもいいようにギリギリまで引きつけてという流れでしたが、はい。さあ、ロイヤルチャンピオンもクイーンも能力上、持った状況で、フリーズ2発余ってる形、事前に10時の方もね、2時の方も両サイド同じようにガーゴリで格闘しておいたので、まあ、スーパードラゴンのね、流れを見て、出し先を決めようという形と、まあ、終盤になった時にこういうところでね、サイドカットができてるので、キングの方も投石区画に誘導できるよね、というところで、まあ、事前に格闘しておきました。さあ、余裕の全開ですね。フリーズも余って、クログもあって、かなり綺麗な形で取れたかなと思います。はい、ということでね、全開取れまして、無事ね、いい全開でしたね。ここからね、ライブで撮影していきたいと思います。さあ、対戦相手。スーパードラゴン、ヒーラー3体ですね。スーパードラゴン強いんだわ。ぶっ刺さりでしたね。まあ、かなり、何度もね、最近 5V5 の対戦を参加させていただくことがあるので、感覚的にはだんだん、実践的な経験と、なんか感覚みたいなものは研ぎ澄まされてってるような感じありますね。まあ、当たり前だけど、普段何もしてない時より圧倒的に、ちょっと最初のね、アーチャーターのカットに相当手こずりましたが、はい。ただね、サブアカがね、入ってればね、同時に見ることができるので、ライブ撮影しながらっていう形でもやれたんですけど、まあ、自分が攻めてる時ぐらいはいけたなって今思えば思ったんだけど、その時、取ればよかったと思ったけど、まあ、対戦の方がね、対戦の結果の方が大事なのでって形でした。さあ、ここからは実況していきたいと思います。
さあここはかなりヒーラー3体ですが削っていくことができましたね。相当削れましたよ。これはヒーラー3体のコントロールみたいなところはいいですね。ユニコーンもついてるので、まあヒーラーがやられない限りは基本的には実質ヒーラー 4.5 枚分ぐらいの回復量は持ってるようなことにはなるので、まあ、当然いつものヒーラー4体とかはユニコーンも加算されてのヒーラー4体の感覚なので、その辺とはちょっとね話は分かりますが、さすがにねこういったところヒーラー5体とは感覚違いまして、レイジをかける必要があります。さあ、いいトームなのか、左のスーパードラゴンにはかからず、ちょっとそれかけてますね。ただ編成的にヒーラーを3体したことによって、スーパードラゴンの数がね、5体と多めに詰めつつ、ボマーも詰めて、ここしっかり奥まで入れてますよ。クラン城まで潰すことができましたね。さあ、投石区画もクイーンが。こうやって見るとヒーラー3体も結構全然機能するような感じはありますかね。さあ、フリーズかけつつ、うん。削っていった。スーパードラゴン、だいぶ強いな、これ。キングと、あと、ロイヤルチャンピオン、フリーズ2枚っていうところ。いやー、やっぱこの編成強いよな。クイヒーのスーパードラゴンだったり、まあ僕がやったね、さっきみたいな、形だったり。スーパードラゴンは、やっぱり強いなーっていう、ザコい印象を持ちます。はい。ここも当然、フリーズをかけてって、これはいかれましたね。強いなー。最初のヒーラー3体でのバックガードがうまかったなって感じですね。時間の方もこれなら間に合うでしょう。ロイヤルチャンピオン、クイーン両方能力残りつつ、フリーズも早めにドヤフリーズをかましていって、ブーメランかましていっての GG。イクスケ5枚ぐらい出てきて時間切れないから。奇跡の。赤バックトルネード、トルネード、トルネード。チャレンジ配置ではないか。さあ、ホッサン。ライダーが1体入ったスキン、援軍の方は処理しそうですね。これポイズン入ってないので。まあ、クランジョプラスでモノリスなのか、まあ、タイチマルチなのか、みたいなところが。シューターセットですね。さあ、どこやってくんだろう。タウン横の中、この辺なんもなければシューターぶっ刺さりポイントあるんで、その辺はやるかもしれないですね。まあやはり、まあ、天才のような感じですね。この対地マルチのところが一緒に壊せるってなると、6-1 天才するのバカらしくなりますよね。クランジョも一緒に壊せますよ、それっていう。やる意味ないよね、もはやこれ。さあ、しっかりテスラも引っこ抜いていって、タンホル周りのね、防衛施設を一気にぶっ飛ばすことができそうですね。さあ、反対サイド、ジャイクイーンと、ウィザードでサイドカット。今回の大会は、パリピウィザードは禁止なので、使うことができません。ピピ強えからな、マジで。このままイーグル砲の方を、うん、一緒にスーサイドを入れていくような流れになりそうですね。シューターマジで強いな、これ。ライダー一体だけ入れてるんですけど、ロイヤルチャンピオンの処理をどうやるかが気になりますね。アイゴレストライカーとかで処理して浮かしたところ、ドラゴンライダー刺すのか、シンプルにロイヤルチャンピオン刺していくのか、それともヒーローで流れたマルチ IT でも安い吹いてるんですよね、そこ。ロイヤルチャンピオン反対サイドに使うのか、まあ、その辺ちょっと選択肢がいくつか生まれるので、そこをどういった判断で攻めていくのかっていうのが大事になってきそうですね。シューターがこれマジで強いなぁ。シューター対策がね、軽い配置だったので、しっかりこれはバーバリアン起こして、まあ、特に、タゲを取るみたいなことも一切せずに、ただボコボコにするっていう、蹂躙が始まってます。そしてマルチ IT のところまでクイーン届くことができました。さあ、これマルチが折れるぐらいまでは、ガバルスタートできないような感じかなと思いつつ、アイゴレからのストライカーでこの区画も突破してるんですけど、投石の方がやばいそれ。フェニックスが、フェニックスのターゲットがエグすぎるそれは。さあ、それは神ターゲット。ターゲット。さあ、対空砲もなくなったので、ラバハウンドはただプカプカしているだけになっていきます。ロイヤルチャンピオンは中心部通りつつ、ここまで折ってからかなと思ったが、ここで飛ばしていきました。しっかりね、ここ残してるんですよね、ラバハウンド。タウンホールでね、潰れてしまってもいいようとして。さあ、ロイヤルチャンピオンを打ち勝っていく。さあ、裏の投石しっかり浮いたところ。やっぱりそうでしたね。アイゴレストライカーっていうところをヒーロー処理に回して、浮いたところ裏からドラゴンライダー。もうすでに勝ち格の極みです。
圧倒的がすぎるな。でよ。ガーサス。さあ対戦相手。編成は、花火になりそうですかね。ライトニングで安いを追ってという形。両サイドスニゴブカットして、うん、まあ割と直線的にドッカーンといきそうな作りが始まっております。さあドラゴンから展開していきまして、もうドラゴンの方で対空砲のターゲットを拾っていくんですね。結構こういうところ20枠のドラゴンこれで死んじゃうわけなので、バルーンのね 2,3 体まあ軽くターゲット取るみたいな使い方の方が好まれるんですけど、ホーミングとかめっちゃ回収しつつ、この突撃艦が罠を回収してくれるので、ドラゴンパートの方にかからないような形になっていくんですけど、ちょっとトルネードでこれはスパカゴの方も姿現れつつ、赤爆ヒットでタウンホールまでは確保できましたが、タウンポイズンでだいぶ溶けましたね。これはだいぶ溶けた。さあここから回収できるかどうかみたいなところ、選ばれたのが今回通常ドラドラなんでね、スーパーユニット的にはスニゴブしか使ってないんで、まあ好んでこの編成にしたわけですね。スーパードラゴンだったり、まあ他だとライドラとかインドラとか、まあその辺の選択肢もあった中で、マルチ IT とかがあったので、基本的にインドラを避ける結果、まあスーパードラゴンかその辺になるかみたいな感じかな。ドラドラするぐらいなら僕はね、スーパードラゴン使った方が強いとは思ってるんですけどね。ドラドラの方が明確にいいシーンっていうのがなかなか分かりづらい。なんかドラゴン以外でユニットを積まなきゃいけなくて、スーパードラゴンの数が確保できないとか、そういう時とかかな。基本的にはもう上位互換でしかないと思ってます。ちなみにグランジョの方ドラゴン触ることができてるんですけど、まあその前にねアイスゴーレムが釣られつつ、しかもグランジョも壊すことができず、まあ、こういった突破力耐久面でもやっぱり個人的なドラゴンの方よりスーパードラゴンが強いなって感じちゃう。さあブーメランだけ飛ばしつつ、ただインビジブルとねクロックあるんで、最後どこまで押せるか。対地はまあ取りたいね。裏のマルチまで耐えれるかみたいなのがここのキーになってきます。はい、降りつつ、キングの方はフェニックスなので、対空砲マルチ IT あたりが折れるかどうかも結構これは、あーそのリクスケ強いね、せっかく無敵化してるのに。さあここはインビジブルかけていくんだ。どうなんでしょうね、キングって延命できないからね。 100% 今のもう死んじゃってるキングは延命できないんで、それを延命する必要はなかったかなっていう。さあクロークをここは回っちゃうのか壁殴るかですが、壁殴っていく。さあ時間の方もだいぶ迫っていきます。真ん中グランジョドラゴン勝ってなかったのきついですね。さあそのマルチ相手はね地味に HP が減ってるはずですね。ライダーが軽く去ってたんで。さあ 94%。 さあカズマくん、スーパーバーバリアンですね。スーパーバーバリアン結構俺もできる配置あったら軽くやろうかなとか考えてたんだけど、この配置にやるんだ。なんか全然微妙だなと思ってやめたんですけど、僕。さあなんか罠、それやばくない？え？ん？ですよね。俺これここ怖いと思って。たんだよね、やっぱり投げるとこないんだよな。そうするとこれどうしますかね。こっからリカバリーできたら、え、うすぎるけど、クイヒーじゃないからなぁ。星にプラスアルファで結構稼ぐだけでも相当すごいですね、これはもう。あー、そっか、援軍も、
なるほど。ピスト使ってトーム合わせる形、いいトームですね。あとインビジブルクイーンにほぼほぼ延命しないといけないんだけど、きついなこれ。タゲ取りたい、タゲ取りたいよ、タゲ取ろう。なんかでさ、おでんぞも、おお、ナイス。きついな。まあ初手取んないと初手ゲーはきついっすね、やっぱり。ちょっとどうしようもないな。うん、まあカズマくんですらこうやってね大きく事故る可能性のある、まあリスクのある編成って、まあちょっと今回はね投げる位置もトラップあるところに投げ込んでったんで、何か意図があったのか、出し間違え、なんか落とし間違えたのかとかよくわかんないんですけど、うん。79%。まあこれしゃあないっすね。まあ勝敗的にはもうだいぶ有利なんで、80までいけるかな。この状況で80まで持っていけたらすごいな。でもエングンとユニットだいぶ消費しちゃったからね。対戦相手クイヒーのスーパーホグ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 ロケバル5体も入ってますね。さわる、まあ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 いいでしょう。あ、てかこれ誰かやってたな、この突撃艦。ちょっと危険な突撃艦風ではあるんですけど、誰か確か前にやってた気がするんで、そのリプレイを加味してやってんなら OK ですね。あ、いい突撃艦。あ、このまま下側削っていってというか、あ、ちょっと違うんだ、あれが。下側の作りがちょっと違うな。ここからどうしますかね。ロケバレの方でウィズトをカットしつつ、これレイジタワーの解除まで狙ってたんですかね。おお、ここまでロケバレ使う必要はあったんかわかんないけど、通常バルーも差し込みつつ、どうなんでしょうねこれ。あー、ホーミング、ホーミング、ホーミング。まあ確かにこのルートは以前やられてたので、狙われる可能性があるなってことで対策結構置いてるんじゃないかなって感じです。重くなってくるよ。ヒーラーも数が減ったので、まあ、それを見てキングの方、イーグル方のターゲット取るっていう目的で出してったんじゃないかなと思います。さあ、ストライカーは壁を越えずにうねんと入って、ストライカーの動きも本当よくわからんからな。さあ、上からですね。だったらもうキング出した時にスーパーホーグ展開しておきたかったっていうのが本音ですかね。キングの動きを待たなくてもいいスーパーホーグルートっていうところで、さあこれヒーラー入ってますよ。フリーズの方は一発は欲しいかな。これ外流れるよ多分。うん、これ打った後戻るけど、一発分逃れたことでここを黒く切れますからね。あ、インビジブルしっかり打ちつつ、さあダブルフリーズですが、ここはマルチ IT は捉えられず、もう一度インビジブルで延命していきます。さあ、それクロスボウまで降りたいっていうのと、ちょっと中心ユニットは溶けてしまっている。まあ割かし見えやすいプランっていうところで、まあ額の方は結構対策もしてた感じかな。額はちょこちょこ対戦相手の攻め見て変えてる印象はあるんで、まあ、通常戦とはいえナイスですね。まあこれで1前回しか食らってなく3前回をしている状況なので、まあラストアタックは星1でも勝ちなのかな。ほぼ9点、星1。まあ、破壊率か。破壊率でも多分これはもう負けないぐらいの差になってそうかな。さあ、ウォーデンの方も最後稼いでいきますが、あ、でも言うて破壊率も高いね。そうか、カズマくんも79。あ、でも言うてだな。さあ、ラストアタック、クラウス。ゴレビズですね。なんか最近ゴレビズちょくちょく見ますね。クラウスと星さんと、まあ、この前 GS のね、リュウタくんが 1V1 の対決の時にゴレビズも、やつで、あとたまに森尾さんとかもやってたりするよね。
まあ、パリピウィザードによってゴレビズやりやすい環境になって、まあ、ゴレビズ強いじゃんってなって、まあ、パリピ使えないけど同じような感覚でウィザード使ってもいけるんじゃないかみたいなことでやってるような感覚じゃないかな。安いかなり際どいところなんですけど、少しでもね漏れたら安に吹かれてしまうんですが、コウモリの方がね圧倒的に火力も高く、こういうおこぼれ出てきますね。エアスイーパーの方も追ってクランチュの方も成功。さあその隙にバルーン差し込んでいきました。まあ、スケインブは今の環境非常に強いですね。特にマシンセが加わってからは、なんかすごいことし始めたぞ。ゴレビズの最中にホグライダーと突撃艦投げ始めたぞ。はい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 。でタウンホールの方にレイジを着つつ、トルネードとかも、なんかストライカーが駆け抜けて罠解除みたいなこともしてくれている。すごいことやり始めたぞ。さあここからゴーレムとキング使って、12時の方はジャイウィズ展開してますね。ウィザードの方がこれウィズ島を先に折ることができれば、できそう。それも考えてのジャイタゲっていうところでしょうね。いや、このジャイ1枚ですね。ジャイビズ12時。あ、12時じゃない。これ9時だ。9時。そして、まだゴーレムが1体。これ、ロイちゃんの盾にするのか、シンプルに本体の付き添いでどっかまた出していくのかっていうところ。このね、タイチクロスモのタゲを取るために1体。ウォールブレーカー狙ってるんですけど、ちょっと狙ったところには入らず。クイーンの、あ、そうだね。そこにつけたいんじゃないかなって感じだったと思うんですが、しっかり通りました。さあ、ここはもう当然、クロークを使って、呪文の延命というよりはクロークで速攻で壊して突破する方が今いいシーンでしたね。スケルトンの方でロイヤルチャンピオンのターゲット取りつつ、もう一回ウォールブレーカー差し込んでいきます。いやー、あとは終盤、まあマルチ IT が残ってるんで、マルチ IT モノリスってなるとね、単体も物量も両方止められてしまうところなので、あそこがキーですね。ロイヤルチャンピオンを延命すると、さあここはモノリス入ったところ、フィストでうわーって押し上げて、ワンチャンマルチにフリーズ打つ方がいいかもしんない。これ数押しでモノリスの方は無視できるんでね、数を意識させるということで、数を延命するフリーズですが、まあそんなものはいらないですよと。さあなんとゴレビツで圧倒的全開、ツンヨガーサス。さあクイヒーラバレラストアタック、まあとどめを刺したんでね、敗退することはないんですが、最終アタック見ていきましょう。ジャンプ、あ、そうだ、言うの忘れてたかもしんない、わかんない、冒頭で言ってるかも。そっか、俺ライブで撮ってるから今初めて言うんだけど、今ベスト64のトーナメントっていうところですね。まだ64なんでまだまだ先は遠いんですけど、一応もうトーナメントということでグループリーグとかね突破してる状況なので、まあ、負けたら敗退という形なの、まあ、当然負けてはいけませんよーって感じです。はい、クイヒーの方を3時の方から送り込みつつ、ジャンプ1枚あるんですよ。宝石区画にこれはサイドカットして入れに行きそうですかね。うん、ちょっとテスラも出たのと罠が出たので、うん、いい、これはいいですね。いいロケバル。さあ追加のバルーン、あれロケバルってテスラの一発とあれ俺のこと。さあホーミングチェック用のロケバルもいい感じに通していって、これはイーグルなのかな、降りたいのは。その角度落としていかない、落としていかない、ここで落としていく。さあキングの方で外周部カットしつつ、これでイーグルサイドのね施設が全くなくなったので、遅らせたい方投石区画に入れることができてます。これめっちゃいいですね。あとはジャンプでタウンホールまでっていう多分流れをしていくのかな。エリクサータン、あ、おお、なるほど、これはちょっと右に打ちすぎな気もするけど、もうちょい左にかけていいんじゃないかな。んー、それをかけると、あ、クランジョを打って戻ってくる動きができた場合は、あ、めっちゃいい動きにはなるねって感じですね。あ、ここでだって安い打ってさ、エリクサータンク行くでしょ。この後ジャンプやや左にあった方が動きやすいなって思ったんだけど、これ左流れちゃうから結局ジャンプ飛んでくれない可能性もあるからね。さあこの後どうするか。さあホーミングチェック、あ、それでちゃんと動くんだ。じゃあめっちゃいいジャンプだわ。マルチ IT とかこっち打つのかなって直感的になんか思っちゃうようなジャンプの角度だったんで、それがそうなるならめっちゃいいですね。反対サイドバルーンとロケバル使いつつ、本体バルーンとして投石の真上をね通るような、うん、ストライカーもトームに入れつつ、ここでかけてきましたが、クイーンの枠ロック、インビジブルをここ打つ価値はあるんですけど、どうでしょう、延命しますか。タッチはあったよ。ギリギリですが、間に合わせていく。
それ言ったなら最後、クイーンの被弾見てフリーズもクイーンに打つのがいいかなと思います。そうですね。ロイヤルチャンピオンがその隙にたどり着きまして、ブーメランかけつつ、さあ先に戻りそっときたい。キングの方にターゲットを変えていく。ただクイーンの方でね、マルチ IT とかも突破できましたし、ターゲットの方はもう一度モノリスに帰りましたが、その隙にね、バレンがたどり着いていきまして、あとは時間だけという状況。うまいですね。おっと、バルーンがだいぶ落ちた。落ちたけど、時間はさすがに間に合うかな、これは。残ってる施設もそんなに多くないので。うん。まあ、残った施設は、HP の高いね、2つが残ってるんですけど、さすがに間に合うでしょう。うん、最後、いいアタック見れましたね、ガーサス。はい、というわけでね、14対12ということで勝利。無事勝つことができまして、ベスト32というところまでね、進出することができました。まあ今までやっぱ外で見てるってなると、いろんな大会出てて、いろんな大会がまあ同時に進んでると、どの大会がどんなルールで、どこまで進んでて、どことやってて、あれなんかこのクランさっきやんなかったみたいなのが頻発するんですけど、実際にね、参加してもら、ね、参加させていただけるってなると、ある程度の把握がやっぱり、いつも以上にできるので、あ、この大会これの進んだやつね、みたいなのが理解できてきて、まあ今、ベスト32にこれで勝ち上がったっていうね、現状把握みたいなところも、外から見てるよりはやりやすく、まあ、尋常的にも、なんか優勝したいな、ナビ応援したいな、みたいな、そういうのも、より強まるな、って感じですかね。まあもともとね、僕のナビで対戦一緒にやってるの見たいって言ってくれた人たちのね、需要にも、ハマるね、代打起用という形で、まあ、新生の方が多分この大会は出れないんじゃないかな、多分。MSE スポットで登録されてたと思うんで。なので多分最後までこの大会は僕が出れそうで。まあ日程が合うかどうかも知らないし、日程が決まってから僕が入ってるかどうかとかね。ちょっとその辺複雑なんで、全部出れるかどうかわかんないですけど、参加できる日は参加したいなと思っております。まあ実際ね、前回取れたね、5v5 はめちゃめちゃ楽しいんですよ。嬉しいね。久しぶりに前回 5v5 の感覚やっぱ、体感だね。気持ちいいね。やったことない人もね、大会とかじゃなくて全然いいんですけど、結構 5v5 って、その対戦よりももしかしたら喜べる価値的には、僕は高いと思ってるので、時間も短い中ね、いい対戦相手と、一回勝負で試合ができるっていうところで、僕は楽しいので、ぜひやってみてください。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。さら